いや、テンタクルスパイク 2% なんてことだ。こんなのもうゴミと一緒だ。バトルスピア 49%。 まあこれもらっとくか。使っていかないとな、こんなのも。バグネット、バグネットね。バグネットどうする？サバイバル。あ、バグネットはすぐ作れるな。よし。まあ、洞窟でいりますからね。マッシュルームはこれ全部生えきってないよな、多分。これ、ベリーバッシュ結構できてるけどな。すごいできてる。でもそうか。食料がそんなにもう、落ち着いてしまって、かなり量としては大丈夫になってるんだな。そうかそうか。まあでもな。ウルフガング何着てんだこれ。オランダの人みたいな、オランダのその伝統衣装みたいなねことになってるけど。あ、これ完成してんのか、スケルトン。あ、ベリーがいっぱいできていく。なんか水撒いてんのかな。そういうわけじゃないよね。暑いから。あー、てか待ってくれ、これ被ってる必要はないぞ。さてどうするかな。また洞窟に戻ってもいいんだけど。あー、なんか食べたがってるな。わお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 って言ってる。はい、あげる。これ誰もキノコ、あれ、あ、枯れてるじゃん。あれ、みんなマッシュルームプランターにご興味がない。その可能性がある。よよ、原木継ぎ足し、継ぎ足しで、マッシュルーム入れる、入れる。さて、まあ何かボスを倒したい気もするけれど、ボス、なんか出てんのかな。あ、そういえば蜂のボス、でも暑いからな、戦うのが結構難しいってのもあるし。で、あとちょっとでね、夏も明けるんですよね。夏明けたら、蜂倒しに行こうか。そうする？夏明けたら、明けたら、クイーン B 倒しに行きましょうか。左下。え、何体かいるの？マップ見て、左下。どこだ？これか？このでかいやつかな？正確な場所分かってないんだよな。またちょっと相談しておきます。お、狼が来るぞ。狼は拠点で戦ってはいけない。そのことを前回すっかり忘れていて、一人でワーワー言ってたという。あと、ドラゴンパイがやたらできてるなと思ったら、ドラゴンフルーツのね、種、全部植えられちゃいました。ドラゴンフルーツ量産計画が、ドラゴンフルーツ安定供給計画が、いやー、これ危なくない？これちょっと離れて戦った方がいいような気がするぞ。大丈夫か？ここに着火してもえらいことになりそうだけど。大丈夫なのかな？まあ戦うけど。よっ。ボコボコ。赤いやつも来るぞ。ここすげえな。あれ？やられたか？暑さにやられてしまった。ウェーバーが。赤い狼来ない。それは嬉しいことだけれど。あ、そうか、雪玉あるから大丈夫なのか。雪玉マシンあるから別にどこで殺したって大したことないんだ。ポン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 ってやってくれるから。なるほどね。やべやべやべ、リュックがポン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 って。素晴らしいな、雪玉マシンは。ポン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 ってなんだそれ。よっ、倒した。肉が大量に手に入るな、マジで。暑さでやられるよな。夏はあんまり遠出すると怖くて仕方ねえやっていう話ですね。だからこれ持って、そうだな、この青い火を立てられるようにしといた方がいいな。1回分ぐらい持っておこう。よし、このナイ、あれ待てよ、発音どうだったかな。ナイ、ナイ、ニタ、ナイターだと。
ごめん。ちょっと正確な発音は、ちょっと各自調べてもらって。とりあえずマッシュルームプランターを1個建てよう。そればっかり、ほんと。で、ね、ウィグフリットのヘルム、どうしようかな。100% のやつは1個置いとくか。でね、クイーンビーいるのは多分やっぱこれっぽいですね。このでっかいやつ。うん、だと思います。このでっかい巣が女王蜂の巣みたいなので、夏が明けたら倒しに行くということになりました。あら、この緑のキノコも火通しちゃって、どうするんだろうな。また一人で地下に行くかな。マッシュルームプランター、あー、くれマッシュルームプランターをちょっと縦にまた洞窟に行くってのもいいですね。なんかムニャーニャーって言ってた。なんだ。ハニーナゲット、蜂蜜がちょっとつきかけてるか。もしかして。トウモロコシ、そのまま食べた子。ペロ。ちょっとあんまりな、蜂蜜の方に行きたくないんだよな。もしかしてもう燃えてるとかないよな。わ、気温高え。あれ大丈夫か今、若干危なかった音がしたけど。ハニーナゲット作ってもらってありがとう。食べます。に、誰かリビングログ持ってませんか、はい、はいはいはい。はいよ。ちょっと、あれちょっと、はい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 。はい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 。よし、渡した。生きた丸太、あ、多分これかな、マニピュレーター作りたいのかな、かもしれない。うわー、てかちょっとゲームとは関係ない話なんですけど、なんだろう、手が冷てぇ手が冷てぇよ。ここは夏真っ盛りですけどね、現実はまだ冬、むしろ真冬なので。よし、じゃあちょっと洞窟行こうっと。そろそろ行きますか。いや、夏明けたらでいいんじゃないかな。なんか、ウェンディ曰く、あ、やべ、これ入れとこ。夏明けたらすぐね、拠点の方にクマが出てきちゃうみたいなので、春のボスですね。なんで、まあ夏明けるんじゃなくって、明ける前に行った方がいいよってことなので、次の日行くことになりました。キノコいっぱい生えてる。これはキノコ取るまで元気だよね、きっと。あ、リビングウッド。あ、そうだ、こっちにあるんだった。こっちにあるから持ってこなかったんだった、きっと。そうだ、よし、いいぞ。どうしようかな。そろそろ横に伸ばすかな。どうしよう。すーぐ地震来る。洞窟入ったら地震来るな。避けるぞ、これは。全部避けてやる。こう影が見やすいところなら大丈夫だ。スッと動けばそれで、それで何も心配はない。画面が、誰かが洞窟来たら怒るようになってんのかな、もしかして。そうなのかもしれない。これもしかして腐りかけてる、大丈夫か。で、食べといて、よーし、いいぞ、いい感じだ。で、どうしよう。青いやつ増やそうかな。青いやつをこれ増やしていこう。よし。よし。いいぞ。だから明日の朝になったらそこに向かうっていうことにしておきます。アイテム的にはちょっとまずいか。ちょっとまずいな。あんまり足りてるって感じでもないぞ。トラップはここに置いといていいや。よっ。よっと。これは洞窟の雲用に持ってきたもんだしな。で、ヘルメット、なんか中途半端なヘルメットばっかりあって、この辺は全部消化していきたい気もするけれど。あ、でもこの木の鎧はちょっと作っとかないとまずそうだな。ロープ。ロープ。2本と木でたくさんできます。木がなくなった。で、あとは、まあ、フンとかはまあ、置いといていいや。このフンだって、全部あれだもんな。すべては洞窟の拠点を思えばこそのアイテムだから。あ、やべ、くれ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 。
マイナーハットの燃料補充しといて。よし、洞窟作れば何でもあるな。ん？あ、ウサギが、なんだ、ウサギが寝てるぞ、あんなとこに。なんであんなとこにウサギが寝てんだ？ん？これウサギか？多分ウサギだ。何してんだ？洞窟にウサギっているのか？その、小さい方のね。小さいって。だから一回帰った方がいいかな。一回帰って武器適当に拾っといた方がいいかもしれない。まあ、どうだ？そうかな。石とかはこっち入れといていいや。草もそうだし。うん、ちょっと体勢を整えるようにしとこうかな。お、朝になったぞ。ついに決戦の時だ。ちょっと体力回復するアイテムがないから、ちょっと待ってもらおう。テンタクルスパイクもできりゃ使っときたいけど、あ、もしかしてあれかな、武器は余ってなさそうか。ウィグフリットに頼んでもいいけど、自作したっていいぞ。みんななんか世話しない感じがする。みんななんかアクセクしてる感じがするな。これは違うか。ハニーナゲットじゃなくても普通に軟膏持ってきゃいいか。よっ、これ持ってこ。大丈夫そうかな。武器、まあ多分足りるか。まあ足りなくたって作りゃいいんだしな。よし、行こう行こうっと。俺行くぜ。あれ、クマが来ます。あ、マジ？そっち先にする？そっち先、あ、でもクマが来ます。でも行くぜって言ってる。行くか。ウェイは殴られてるし、豚にかわいそう。声してます。どっち先にする？クマ先？クマ先？アイキルナウってウェイは言われてる。あ、でもウィグフリットはガンガン行く気だ。このやばい、来てる。クマ先だな、これ。誰も何も言わない。もうどこかにいるはずです。マジ？そうなの？いた。あ、いたってさ。じゃあやろうぜ。先にそっちだ。予定変更。来てる。おお、いる。出た。クマだ。倒そう倒そう。よっ、いた。いてー。やべー、全部砕けた。こいつ範囲広っ。これ蜂蜜シップ食べとかないと死ぬぞ。こいつ攻撃範囲持ってるし。いや、どこ行ってんの、どこ行ってんの、どうなってんだ。あ、拠点から離そうとしてんのか。なるほど、拠点から離す作戦。どこまで持っていくんだろう。あれ、なんか持っていこうとしてる。パンチしてる。広いところで戦おうっていう話。なんか今ウェンディがなんか持っていこうとはしてたんだけど、どうすんだ。なんかウェンディはどっかに連れて行きたがってるけど。叩くか。これ2回だな。違う、2回でもない。1回これある、これの後か。この後に1回殴る。1回殴れる、こいつは。すぐに。で、この後、よしよし、この後いける。よしよし、分かった分かった、いいぞ。で、これ殴って、その後は近づいちゃいけない。見破ったぜ。よっ、ちょっともしかしたら気づいてる人もいるかもしれないんだけど、こいつの名前忘れた。あ、ベアガーみたいな名前だったかな。多分そうだ。
いててててて、きつ。これ2枚食べても大丈夫だ。ちょっと待って、これパンチした後、あ、てかウルフガング防具なくなってんじゃん。ちょっとどうする、叩いてやるか。ちょっと待て待て、いやウルフガング、あ、死んでる。さらば、うわー、2人ダブルキルされてるじゃん。よっよっ。で、これパンチ、あー、これ避けらんねえな、避けんのむずい。で、このパンチ、よし、攻撃パターン見切ってけ。そう、その後これね、よし、いいぞいいぞ、分かってきた。で、こうで、2回だ、限界2回。あー、ちょっと限界2回で、いや、待ってくれ待ってくれ、よっ、1回ね、で2回、よしよし、いいぞいいぞ、分かってきた、素晴らしい素晴らしい、いいぞ。ウィルソンじゃない、マクセル、ウィルソンじゃない、マクセル頑張ってる、いけてるいけてる、ダメージトップだぞダメージトップ走ってるっていうかバンバン死んでるあれ、一時休戦入った、やめとく、無理。寝た、あ、起きた、あれ、みんな寝ちゃった、これは特殊能力かあ、起きた、そうか、うわー、フラフラしてる、寝起きだから低血圧なのってってか、クマどこ行ってんだあれ、やばくねえか、明らかに拠点の方に、てかウルフガング誰か復活させてあげて。